今回のめぐりんクラブは去年12月函館競輪場で開かれたクリスマスイベントの模様をご紹介します。この日はサンタの衣装に扮したリンリンがお出迎え。子供たちと一緒にクリスマスキャンドル作りに挑戦しました。キャンドルはパンダと雪だるまの2種類、体温で温めると柔らかくなるろうを使って粘土感覚で作ることができます。小さいお友達もお父さんやお母さんに手伝ってもらいながら完成させていました。最後はみんなでトランプゲーム。優勝したお友達から順番にリンリンサンタからクリスマスプレゼントが贈られましたよ。これ、はい、じゃあこれで、はい、写真撮るね。いくよ、はい、ポーズ。はい、もう一枚。どうでした？楽しかった。楽しかったです。ちょっと負けちゃったけど、なんか商品とかがもらえて嬉しかったです。楽しかった。函館競輪場では子供からお年寄りまで楽しめるイベントを今年もたくさん企画していきますよ。ぜひ皆さんも競輪場に足を運んでくださいね。さあ今日は日本競輪選手会北海道支部の支部長でいらっしゃいます明田春樹選手と函館競輪メイン PR キャラクターリンリンがスタジオに遊びに来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回スタジオにお越しいただいた明田選手は2014年地元でのビッグレース函館記念を制するなど北海道を代表する競輪選手です。今年7月に就任した日本競輪選手会北海道支部長としての職務をこなす傍ら、競輪の最上位クラス S 級で活躍するトップレーサーです。今回弟分のリンリンを引き連れて何やら大切なお知らせがあるそうですよ。さあ今日は大事なお知らせがあるということでスタジオに来てくださったんですよね。はい、私たち競輪選手会北海道支部では日本競輪学校の受験者を募集しています。現役選手や OB が全力でサポートしますので、プロアスリートを目指す高校生、大学生、社会人の皆さん、私たちと一緒に全国を走り回る競輪選手を目指しましょう。競輪選手募集のお知らせということだったんですね。でも今までにこう自転車競技の経験がないよっていう方でも競輪選手を目指すってことはできるんですか？もちろんです。できるんですか？実際に競技経験のない中田選手もプロになって今ではたくさん活躍している選手はいっぱいいます。もう練習すればするほど強くなれる競技なので、もうやる気のある初心者の方は大歓迎です。そうなんですね。実は函館競輪女性の選手も募集してますよね。はい、今年度からホワイトガールズプロジェクトという女子選手を育成するプロジェクトがスタートしました。1期生の3人は日本競輪学校の実技審査を突破し、先月末に二次試験を終えました。ガールズ競輪は女性アスリートの新たな活躍の場として全国的な注目を集めていますので、少しでも興味のある方は函館競輪公式サイトにあるホームからお問い合わせください。では最後に、これから競輪選手を目指すっていう皆さんに明田選手から一言熱いメッセージをお願いしたいと思います。身近な自転車で1億円2億円稼げるすごい世界なので、もう自転車競技の経験ない方でもいつでも募集待ってます。今回は明田さん、そしてリンリン、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。